怪物くん怪物くん本校では、藤子藤尾の漫画、怪物くんを原作とした、テレビアニメ化作品の第2作にあたるカラー版、怪物くん及びその劇場版を扱う。第1作のモノクロ版アニメ及びその劇場版については、怪物くんを参照。テレビ朝日系にて、1980年9月2日から1982年9月28日に、 火曜日19時19時30分の時間帯で放送。94回放送、全188話。ドラえもんに続く、新映動画の藤子アニメ第2弾にして、ドラえもんのような、帯番組からの開始ではなく、初めて最初から週1回、30分枠での放送。淀川長春による解説がない以外は、原作やモノクロ版を、ほぼ踏襲している。 放送中盤よりキャラクターデザインに若干の変更が加えられた。モノクロ版で怪物くんを演じた白石冬美はこのリメイク版でも再び彼を演じたいと作者にまで懇願したが放送局や制作会社、スポンサーが異なるなどの理由から結局は野沢雅子に決まった。またフランケン役の相模太郎が1981年に急成したため 途中からカニムツシンゴに交代した。キャストの中では、増山英子エコだけが、モノクロ版から一貫してカイコちゃんを演じ続けている。放送30周年を記念して2010年9月24日に、上巻11月26日に、下巻の DVD ボックスが発売。前話のソフト化は初めてでもある。わがままで世間知らずな怪物ランドの王子、怪物太郎。 将来を心配した父の怪物大王は修行させようとドラキュラ、狼男、フランケンをお供につけ人間界へと送り出した。そこで住居とした怪物屋敷の隣に住む少年ヒロシと仲良くなった怪物君は人間界で暮らす怪物たちの面倒を見たり全世界の征服を企む悪魔たちの秘密組織デモーニッシュと戦いながら修行を積む。 前述の通り、相模は放送途中の1981年に急成しているが、主題歌は最終回まで相模の声が収録されたものを使用している。サブタイトルは野沢雅子が読み上げる。放送系列は放送当時、放送日時は個別に出展が掲示してあるものを除き、1982年8月中旬から9月上旬時点のものとする。 2作の劇場版が制作され、いずれも劇場版、ドラえもんと、併映された。1981年3月14日公開。カラーでは、初となる劇場版、ドラえもんのび太の宇宙開拓誌併映作。原作、お正月は、怪物ランドで、などのエピソードをアレンジした内容。怪物大王から呼び出された、怪物くん。それを知ったヒロシは、 春休みを利用して怪物ランドへ行きたいとせがむ。しかし、怪物ランドには人間を入れてはならないという掟があった。エイリアンのマスクをかぶって逃れようとする広志だが大王に見破られ、ついに石にされてしまう。怪物君は命の花の蜜が石化した人間を元に戻せると知り、花を求めて、光線的な戦草海族の住む山奥への危険な旅に出た。 1982年3月13日、公開された、カラー2作目となる劇場版。ドラえもんのび太の大魔境」忍者ハットリ君人に人にん,にん,にんポエ日記の巻との、平作。悪魔ランドの悪魔王デーモンが宿敵である、怪物大王の像に剣を差し呪いをかけた。もがき苦しむ父を見た、怪物くんは、お供を連れて、悪魔ランドのデーモン城へ乗り込む。 悪魔王子デモキンは、好奇心と、父デーモンへの反抗心から、怪物君一行を城の中央まで誘致し始めた。ヒロシは事情を知らされなかったこともあり、冒険にはついていかず、歌子は、ヒロシと共に登場するもセリフはなく、アコと、キザオとバンヤは、エンディング映像のみ登場。ありがとうございます。